認します。あ、不審してくれば勝てるでしょう。そうなんだよね、武田強いんだよな。使いの者が来たようです。五千以上落ちてからっつったよね。ダメ、あ、来たな。八王子から出ればいいな。出陣する。集結してんな。このぐらいのちょっかいだとやっぱ勝てない感じなんですかね。この程度でしたか。この程度でしたか。いやいやらしい感じですね。マウント取るやつですね。マウント。マウントを取ってくるやつですね。なんか迷ってるな。何を迷ってんの。あ、来た来た。あ、これあれじゃないか。ちょっと待ってね。待ってたぞ、これ、この時は。ちょっと待ってね。武田さん、8万6千か。全然持つな。8万9千。普通にやっていきましょうか。進むぞ。これでいけんじゃないかな。ちょっと見てみましょうか。あ、やっぱりこっちに来ないんだな。志果たさずして賞は終えられぬな。こっち来ないんですね、魚津城の方に。どうなってんだろうこれ。どうすんだろうな。なんか、ん、どうなってんだこれ。どうしたのどうしたの。ちょっと待って、筒ヶ崎に戻るのか。あ、でも筒ヶ崎じゃ多分落ちますねこれだとね。すげえ米減る。この減り方ちょっと久々だな。さすがに2万5000円だったら勝てるでしょ。これぞ我が部、我が力よ。うん、小畑さん来んのか。まあ、これはちょっとあれ普通にうまいプレーっていうのかな。勝ち時を上げよう。ムジさんがちょっと、まあ、無視すればいいっすね。の口じゃなくて高登場に行けばいい。出陣するぞ。あ、ちょっと待って、待った帰ったな、なぜか。なぜか、いいよ。誰に続ける。動かざることを山の落としのプレッシャーに負けましたね、多分ね。多分落ちるな。うん、落ちますね。いいじゃねえかな。待ってね、どっか交渉乗らない。志村城落ちるんじゃないかな。勝てるでしょ。勝てばよ、それが戦よ。帰る場所がなくなったお嬢さん。お嬢さん、ここで違う、帰らなかったですね彼は。危ないというのに。あ、入場すればいいのか、単純に。懐かしい、タマちゃんに入ってもらって、タマちゃん合流してもらって、出陣せよ。まあ消えてもらいましょうか。違う、出陣せよ。まあ包囲もやっぱ楽しいですよね、やられると。米だけだな、心配なのは。勝てるでしょ。勝てばよ、帰ればよ。戦よ、米もったいねえから。タコさん、出るぞ。あ、狭いのか。こっちは、こっちもっと狭いじゃねえかよ。出陣するぞ。こっち行きたいな。ゼロ人ファンタジーでしょ、分かってんだけどな。この辺取れればいいからね。はい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 、大丈夫よ。110日でしょ。まあ取られても構いませんしね。普通に来たくないな。武田信玄解明、勢力拡大とは裏腹に。いや、縮小してますよ、あなた。武田家の内情は切迫していた。いやいや、見た目通り切迫してますよ。でも歴史イベント通りに比べると成長はしてますね。
昔あの本願寺さんでやった時に包囲網で結構だいぶ苦しい思いしましたからね。鉄砲、うん、いいぞ。子さんだからいないなっていうの。我らの勝ちよ。勝ち時を。いいね。かたじけない。駿府城って言ったらビビるだろうな。進め。カンバラ城じゃないのみたいな。違います。反対はそんなね分かりやすいとか狙ったりしないんだ。行くとしようか。いいよ。大丈夫大丈夫。進め。切れたか。あ、米切れましたね。あ、よし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 。よしよしよし。戦を知らぬ者、猿がよ。切れたな。どんどん行こう。行くとしましょう。進め。うちも切れる。ちょっと待って、うちも切れる。勝ち時を上げよう。ちょっと待って、うちも切れるぞ。ちょっと待てよ。ちょっと待って。それを返すか。多分ね、一回でその、いきなり場外決戦になると思うんだ。行くぞ。大丈夫だよ。分断しよう、分断。後に続け。そうだな。こっちも返すか。あ、返せないな。なるほど。国見にも行けんじゃないかな。多分その、後に続け。場外決戦になると思うんだけどな。ならないか。あ、4日で落ちんの？違う、6日で米切れる、うちの。あと何日？持たないんじゃないか？持たないな。一回帰るか。お父さんも帰るじゃん。あ、帰るか。これでどうだ？持つでしょ。これで持つんじゃないかな。ギリギリそのギリギリを行く必要はほとんどないんですけど、命令を仰せの通り。ギリちゃんだ。我ら王道を行かん。もうこれ以上の兵出せないでしょうからね。ああ結構持つね。1500か。小諸城3200。なるほど。あ、分かった分かった。米買ったんだな。多分。あともこれでゼロだな。舞台壊滅したでしょ。そうだ、いなくなったな。落ちないですけど、米を無駄に消費させるために、わざとここに包囲しましょう。多分こっちはね、米ゼロだから、場外決算せざるを得ないんで、多分この辺バシーって全部取れると思うな、この飯田城とかも。そういう作戦いきましょうか。我が領内に敵が迫っております。あ、畠山さん、あ、どうぞどうぞ。まあ、めんどくせえな。籠城するとちょっと米取られるんですよね。待機する。もらい受ける。かたじけない。行くぞ。ちょっとこっち行こうか。どっちの方が早いかな。22日20日、まあこっちかな。出陣するぞ。こっちから平井城から行けば、多分この国見の一撃で落ちると思うな。一撃ファンタジーでしょうね。一撃ファンタジーね。出陣するぞ。かかれ。そうだな、こうなるな。我らに負けても恥じることはない。そう、脱出だ。ままならねえな。ちょっとその勢力フェーズが近いからちょっと怖いですけどね。まあまあ取れてる数、まあそうだな、主選択で問題ないでしょ。中野から一人出ればいいですね。
進め。何も来てないから。なんか起きてほしいですよね。待機せよ。AI も。金も米もねえぞ。よし。取引を行いましょう。よしよしよし。我に続け。うわこいつか。まあ負けてもいいかな。君の穏やかなる暮らしを守る。それが我ら北条の役目よ。うん、2日しかないもんね。米ないからだ。みんな勝ち時を上げろ。珍しいけどね、長距離で相手の米切るって本当に珍しいんですけど。こっち行っちゃうか。松倉城1枚いるからな。これ多分場外決戦で一撃だと思う。これ志果たさずして勝は終えられぬな。こっから逆に今川も吸収できちゃうからね、これね。あ、失敗した。忘れてた、これ。何してたの、今日。取るんだとかしてたもんね。取り返せない。覚悟してもらおう。勝てねえかな。あー、やっぱ勝てねえんだな。やっぱ強いんだね。強いんだな。まあ、強いんだな。しょうがないね。使いの者が来たようです。片付けない。米増えないかな。増えないんだな。行くとしようか。多分出撃できないから、ここから兵隊も出てこないはずなんですよね。帰るか。帰ればどかねえかな。どかねえかな、こいつ。この城いただくとしよう。行くとしましょう。行こうか。40日後か。ちょっと遠いかな。まあでもこっち行った方がいいな、兵力的にね。出陣する。帰らねえかな。警戒してるな。帰らないですね。じゃあ取れないな。あの籠城を解くとですね、城に蓄えてたその米が逆にばらまかれますから、あの籠城できるんですよね。これにて表情を終える。あのご指摘はわかるんですけれども、米がない理由は城にこう米を移動させてるからっていうのもあるんで、包囲を解くとあの米が解放されるんですよね。うちもこの籠城するときに米を城に積みますけれども、この 13,589 から一時的に減るんですよ。城内に運び込んだ分だけね。でこれが包囲解かれるとその米が元に復活しますから、あの包囲解いちゃうとですね、相手がこのアップアップしてる状況を助けてしまう、ある意味ね、そういう状況にもなるんですよね。ちょっと1万だと場外決戦されちゃうんで、こっち行きましょうね。帰らねえな。なんで帰らねえんだよ。帰ってほしいのかな。こっちちょっと攻め込むほどうちにもちょっと余力ないですからね。志果たさずして勝は終えられるな。いい生さ帰ってくんねえかな。直森か。この城もらい受ける。こんなにこう綺麗に決まるの珍しいな。珍しいですね。珍しいな。どんどん行っちゃおうか。参る。塗り替えだ。今日はあれですね、ボーリング戦法もあって面白かったな。長距離だとなかなかこのシーンないですけどね。これも一撃なのかな。帰らねえな。この城いただくとし。ここ3800でちょっと危ねえからな。合流するか。矢沢さんだったら勝てるかもしれないね。帰らないですね、E さんは。帰ってくれ。あと5ヶ月も収穫にありますから、もう武田さん待ったなしですね。滅びの晩鐘だな、これは。攻め込め。あ、やっぱ強えな。ちょっと強いだけじゃ勝てないんですよね。まあまあ想定通りなんで、基礎福島から出ればいいでしょう。前進せよ。落ちるでしょう。これ間違いなく落ちますね。ちょっと待って、何でした。11日後。あ、これ落ちるな、多分。チャンス、これを待ってたんだ俺は。入場すりゃいいのにね。何やってんだこいつは。
4日後、あ、落ちる、中之条落ちる、これで。あ、ちょっと待って、違うな、3人で出てそのまま守りについてしまおう。そうだ、それがいいでしょう。これ2人も行って入場してしまえば進むぞ。中之条また保持できるな、よし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 、よし行くぞ咲いてるな、テラリン、この城もらい受ける。入場してればいい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。報告いたす。武田さん、今回でもあれですね、そんなにせこくないですよね、ずるいけど。ずるいけどせこくないっていうことかな。ずるいけどせこくないですからね。か、もう、棺桶ですね、これ。9月まで間に合いそうだったら、最後ここで締めて終わりですね。この城、もらい受けるぞ。この城いただくとしよう。あ、ちなみにですね、僕あのゴールデンウィークちょっと人並みに僕連休でして、明日もやりますから。片付けない、遅いだけか。ちょっとまあ最後見てみましょうかね。多分6月でしょ、6目持ってんのかな。359じゃないですか、もう無理ですね。我が覚悟お見せしよう。寝落ちしてた。あ、合唱来た。え、いいけど。く、象徴。仏罰的め。あ、来た。仏の怒りを恐れなさい。はい。ここいでいいでしょう。どうしようもあるまい。この城いただくと。いや、すごかったな。最近で僕的には結構なヒットですね。出陣するぞ。逆にでもまあ一回ハマるとなかなか出れないですからね。なかなか出れないですから、ね。我が領内に向かっております。は？何をちまったんだ、朝倉さんは。何来るの？32000か。まあ、ちょっとほっときましょうかね。山田さんが A 軍に来ますから、調べた感じで、ね、ちょっとほっときましょう。何ヶ月かかるのかな。2ヶ月もかかりますから、ちょっとほっときましょうね。その間にあの有効度上げて、負けはせぬ我らの勝ちよ。北条家はやっぱりその大河ドラマで主役級の扱い一回も受けてないから、ただそれだけで人気ないと思うんですよね。まあ、ちょっと久々にあまり手伝えないんで行きましょうか。どうすんのかな、これ。我が領内に敵が迫っております。落ちないってことかな。いざ参ろう。稲葉山に行けばいいですね。前進せよ。ゼロ人だし、ここ2人しかいないんで、一条谷と朝倉山城もし落ちた場合取り返すのめんどくさいと思うんだよな。だからちょっと出しとこうか先に。進め。そんなバカな命令ありえないっていう判断かもしれないですけどね。負けられぬのでな。あ、ああそう、畠山さんが忘れてたよ。忘れてましたね。もう張り付いたらじゃあちょっと行きましょうか。春日山城、これ場外決戦で勝てるでしょ。何しに来たの？俺が積み重ねた年の行為。報告いたす。4400だったらちょうどいいでしょ。後に続け。どうするかな。だんだん集まってきましたね、人がね。ままならぬものよ。お味方が討ち死にしました。あ、帰ればよかったね。何？山田家と同盟結ぼうよ。帰ったな、ざまみろ。遠すぎます。あ、なるほどね。行くぞ。我に続け。取られては取り返す方法。そうするとなんか勝ってるのになぜか弱くなるっていうね。我が覚悟。ちょっと待ってね。この戦順調ですね。我
この辛抱エンジンにはついてこれないでしょ。あいつ何考えてんだみたいなね。ついてこれねえと思うんだよな。勝ったぞ。勝ち時をあげよう。待って。あ、出てきたか。待機する。本願寺本当倒したいけど、まあ時期的にはまあ今川さんでいいですよね。進め。あ、ちょっと待って。まさかが切磋の教えここで来るとはな。あ、でも頭いいな。6ヶ月でしょ。7、7月か。7月か。7月だと一応でも2ヶ月はやれるから、これってどうなるんだろうな。ちょっとこのままにしとこうか。こっち帰ろっか。あ、頭いいね。忘れてましたよ。ちょっとでも行くだけ行こっかな。早く同盟結んでほしいんですけどね。我が覚悟お見せしよう。わっ、ん、なんだ今川さん来ねえのかよ。待つとしようか。これが積み重ねた年の方、珍しいね。そう、行かせてやろうか。そんなに欲しければ行けよ、早くさっさと行け。あ、大久保さん応援最高じゃないか。そうだな、覚えてるからね。これどこ、口惜しきことだ。何違うのか、どこに行ったの。あ、朝倉山城に行ったか。俺の城じゃねえか、もともとよ。そうだよな、ね、もうさすがにここはないもんね。あ、筒井城から移動してそっちになるってことか。そうだよな、長そうに何しに来たんだろうな。残念ですよ、僕は仏罰敵面、仏の怒りを恐れなさい。これあれだな、全国の信長の野望ファンにどれだけこの本願寺さんのヘイトがあったのか。やっぱいられるとイラッとしますよね。この老いぼれに勝てぬのか。行くとするか。こっち行きたいですね、やっぱりね。こっち行こうか。出陣するぞ。出陣しましょう。行きますからね。陣ぶれを出せ。騙し討ちと卑怯な。手を貸してやろう。多分これで有効度下がるから、試し打ちすると有効度下がりますから、ちょっともう一回上げ直しましょう。これ多いでいいんじゃないかな。米が少ないのはまあ変わらないですからね。この3つで多分1万ぐらいは米使うはずなんで、その多分そうだと思うんだよな。多分1万ぐらい減ってる。あ、そんなに減ってないか。あ、でもそのこういった舞台釣り出して米の、あ、出てこねえな。ん、おい、そのただ2ヶ月ってのが気になるよな。9月まで2ヶ月ですからね。これすごいねえなやつだな。志果たさずして賞は終えられぬな。ちょっと今川さんやっちまいましょう。そのまたあの切磋の教えかましていきますからね。当たるでしょ。雨の功より年の功よ。ちょっと待ってね。楽しもうぜ。当たるでしょ。もう終わりか。早かったな。3450。当たるでしょ。我らが力。侮ったようだな。なんか普通だな。そう、普通ですけどね。普通だな。ちょっと久々ですけどね。結構来るな。じゃあ犬以上から、犬以上だけで行けばいいですね。まあ、宮城谷正光派かな。いつもそればっかりしか言ってないね。で、どの程度回復したんですかね、今川さんは。は？は？
まあじゃあ普通にやる感じでいいですかね。普通にやりましょうか。これ勝てんじゃねえかな。それじゃ、そうだ、ね、次の戦、先に布陣してた方が有利ですから先に行くぞああいう時はあえて突っ込む必要ないですよね。なんだなんだ、25,400 でこれ、これ6日後か。これすぐ落ちんじゃない。え、落ちないね。あ、なぜか、しかも白が強めだ。くそ、大河ドラマでやっただけでここまで評価が上がるとはな。腹立たしいですね。出陣するぞ腹立ちますね。ちょっと前進しましょうか。清盛城あたりまで、ね、いざ参ろうか。引き馬落ちるな。負けられぬのでな。ちょっとその勝てない感じですね。これでどうしようか。入場した方が嫌だろうな。入場するか。これで当選簿だな。当選簿すると帰ってこれないから、ここ落ちるな。そうだな、それで行こう。このルート誰が来るのこれ。何日、50日。あ、もう間に合わないでしょ多分。流し文字落ちるんじゃない。あ、落ちないな。舞台壊滅したか。あ、じゃあそうだな。じゃあ吉田行こうか。出陣するそうだな。あ、これいいんじゃない。で、引き馬城からも出れるしね。さあ、次だ次だ。あ、落ちちゃったな。これ落ちたんであれば入場した方が嫌でしょう。あ、じゃああれじゃない、引き馬城から出撃すれば飯の谷城落ちますね。多分戻れないと思うな。ね、7500。あ、大丈夫でしょう。影虎だぞ天下のな。落ちんじゃねえかな。あ、ギリギリ間に合わねえな。なるほどね。帰ればいいですねギリギリになって帰ればいいですね。よし帰ろうどうするかな当てるでしょ。あ、負けた、マジかよ狭いのか、ここは。狭いんですね。見てからやればいいのにね。まあ、また秀吉とかやるね。あ、違う、家康か。これ家康だな。お、帰ったな。あ、米が切れたかな？また。そんな気がしますね。そうじゃねえかな、多分。切れたと思う、多分。行くとするか。進め。切れたんじゃない？切れましたね。切れたな。籠城するために米がないんだな。あ、じゃあ小野さん多分壊滅じゃんこれ。壊滅しましたね。ほら、じゃあ行けばいいね。で、これはもう引き馬城だけでいいでしょ。進め。まあ、じゃああと行くだけだ。ねえ、あ、行くだけじゃないかな。あ、もう行くだけじゃないかな。ちょっと帰ろっか。ちょっともう正々堂々と正々堂々かはちょっと分かりませんけどね。もう行くだけじゃないかな。あとでもうちも米っていうか兵が出せないな。結構兵力あったのにね、急になくなっちゃったな。なんでだろう。今川さん別になんか一気が起きやすいとかないからね。別にちょっと苦しいけどうちも行こうか。え、うちが苦しい時は相手もっと苦しいですからね。なんとでもなるでしょ。よくやってくれたな。これで、まあ、米の関係でまあこんな感じでいいんじゃないかな。多分末盛城も多分一撃で出撃してくるんじゃないかな。米変えたとしてもビビたるもんだからね。我が覚悟お見せしよう。無視ですね。だからどうしたんだって感じですね。別に米は増えないですか、これで。仏の怒りを恐れなさい。多分攻めてはくると思いますけど、それはその時ですね。あ、これで終わりじゃないかな。11月でしょ、もう絶望的じゃないか。出るぞ。
そうだな。この城、この辺でね、解放してし、まあ、まあ解放しても変わんないか。この強奪するだけかもしれないけどね。このまま、これもすぐ落ちると思うな。そうですね。米買ったか。多分買いましたね、この感じ。でもこれで最後だな。こっちの交渉乗ってもいいかな。あ、乗らないのか。こっち乗るんだったらいいけどね。こっちはもう行き場がないから、交渉乗ってもしょうがないしね。攻め立てよ。立てる。勝てます。我らに負けても恥じることはない。そうだな。そうだな。岡崎城とかも落としておきたいな。でも一回帰りましょうか。そうだな。ちょっとまとまった兵が必要ですからね。応じねえからね。応じるか。ちょっとこっちは応じてもいいか。岡崎城落としたいですね。多分1万4000だと籠城できないはずなんで。いいよ。全面解放。我らの勝ちよ。勝ち時を上げよ。依然ゼロですから、まあ岡崎も落ちるな、これな。出陣するぞ。この城もらい受ける。オッケー。で一回帰りましょうか。うちもそのまあ消耗しますからね、この戦法だとね。珍しいな、これはまあ初級とか中級、まあ上級ぐらいまでだったらできますけどね、意図的に。超級だと結構難しいかな。まあ東北勢だからできるっていうのもありますけど。かたじけない。いいね、いいね、東北勢。負けてやるわけにはいかない。まあ収穫から2ヶ月かしか経ってないのかわいそうだな。かたじけない。あ、足いくぞ。アニマル魔女1万2000か。これちょっと出られたら勝てないかもしんないな。出るぞ。高坂さん行ってもらおうか、そっちやな。マイル。うちはじゃあバンバ城を与えず、出陣するぞ。バンバン行きましょうか。この城いただいておくぞ。片付けない。1万か。1万でしょ。行くとするか。小谷城行きましょうか。もうやりたい放題ですな。やりたい放題ですね。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。いいね、これで終わりだな。ありがとうございます。よしよしよし。そのマイルド切磋の教え来る前にやっちまいましょう。に続け。教えがなければさっきのターンでこれで終わってましたね、多分。あ、こんにちは、ゾンビ最新のさん、こんにちは。そう、僕あんまりコメントされない方なんでね、あんまり見てないんで。ごめんなさいね、あんまりもコメントされないんですよね。理由はなんとなくわかりますけど。落ちるな。我らの勝ちよ。勝ち時を上げ、行こう。進め。ん、なんだ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 、なんかスマホを荒ぶって。守らざるところを攻めるが。地震速報だ。チャランチャラン、チャランチャラン、チャランチャラン。チャランチャラン、チャランチャラン。これ多分マイクに乗りますね、このチャランチャラン音楽ね。チャランチャラン、チャランチャラン。地震が起きててもあんまり動揺しないっていう。チャランチャラン。閉めるか、うるさいもんね。いける。よし、一日。我らの勝ちよ。勝ち時を上げよ。一日で出撃する暇もなかった感じだな。かわいそうに。すまねえな。行こう。どんどん行こう。亀山城か。進め。地震ですね。この城もらい受ける。行くぞ。出陣するぞ。この老いぼれに勝てぬのか。そうか、長野さん、一応滅ぼすのに専念しようか。
チャン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 。あと待って、杉浦さんこれ来る感じか。長篠の周りちょっと狭いから危ないですよね。お、吉明じゃないか。吉明さん超強いですからね。新参持ちだ、ね、新参希望。志果たさずして賞は終えられぬな。あ、1年経ったか。しょうがないね。今は待て。じゃあ、あ、行方不明になっちゃったな。じゃあ帰ろっか。まあやれるとこまで結構やったよね。僕もともとあんまり驚いたりパニックにはあんまならない方なんですよね。半年か接待の教え。違うな、決まってから半年間動けないだけであって1年間はやっぱ経ったんだな。なるほどね、なるほどね。自分の印象だけで決めてしまってましたね。なるほどね。何しに来たのこの人は。新参希望はですね、確か動かなくなって、動けなくなるかつなんか防御が減るとか確かそんなんです。確かね。あ、やばいやばい、ギリギリじゃん。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。ギリギリじゃん。この城もらい受けるぞ。だからこの城もらい受けるぞ。で、今上野城に行けば今川さんが反応しないんだとすれば、米がやっぱ足りないのか。あ、足りないんだな。出しようがないってことか。勝ったぞ、勝ち時をあげよう。これ普通にしてくるかな。行くぞ。ボーリング現象起きなかったしね。あれちょっと動画見返してみますよ後で。我らの勝ちよ、勝ち時をあげよ。ことじけなし。入場しないと帰らない、帰らないと危ないですけどね。付け狙われると危ないですよ。あ、ま、待ちます、待ちます。あ、でもこれで終わりですね。これより表情ちょっと早いすぎるかな。わりかし普通ですね。はい、ということで、ライブ配信しました。柿崎家の攻略は以上になっております。今のところ土曜日日曜日、そうですね、土曜日は8時、日曜日は夜の9時から、信長の野望大使パープキット版の、ライブ配信を行っております。今回の録画バージョン、ご覧になっていただいて、録画バージョン、編集バージョンか、ご覧になっていただいて、まあ生配信もご覧になってみたいなと、思っていただける方いたら、ぜひ覗きに見てください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またまた。信長の野望はやらないんで、また8時前後です。